はい、こんばんは。アンチのコウでーす。ちょっとね、お疲れ気味ですけど、まあ、ちょっとガンオペの方ですね。今日からまた、ちょっと早いスパンで制圧戦の方が始まりますので、音声の方、まあ、ちょっと久しぶりに、こちらの方も、ちょっとまあ、雑談がてらですね。やっていこうかなと思います。いや、今回ねホワイトデーのイベント、ね、なんか5枚でね、前回みたいにバレンタインの方ですか、5枚でね交換できると思ったもんですから、課金しようかなと思ってたんですけどね、久しぶりに。ないんですよね、交換所。ねえ、まあ一発目、バレンタインの一発目、なんかねえ、10ぐらい、ねえ、なんか女性用のユニがね、交換できたと思って、ね、交換できたんですけど、ホワイトでは何もいきなりこれねえ、このいきなりこれってことで結構手抜きっすよね。もうね、私これおまけガチャっていうのはね、もう星4入ってる時点でもう一切回す気はありませんので、なんかね、ガンオペの運営って商売下手っすよね。なんで前の流れでホワイトデーやらないんですかね。まあ100連はね、100連が、あれ100連って前回バレンタインの時もありましたよね。なんかよく、よくわかんないですね。この100連も、まあ結局58までですもんね。星5出ても。まあただ今回58あれですよね、ユニコーンとか、あのね、あの58のガンダムとか、なんかギャンも入ってるのかな、ね、定番どころでね、結構皆さん重ねてる、まああと多分1枚でフルカスっていう、フルカスっていうか4カスっていうね、星5、まあ、58持たれてる方多いと思うね、そういった方はまあいい100連のイベントかもしれないですね。ガンオペもうちょい頑張りません？ガチャとか全然なんか、なんか無駄に50にも種類増えてきますしね。多分ね、まあ、1枚拾うのは前よりもね楽にはなったかもしれないですけど、もうどうやって重ねるのって感じっすよね。まあね、まあ A 常駐でもいいやっていうスタンスで遊んでるもんですから、まああんまりね、あんまりもうなんかねえ、なんかこの辺のカードとかももうどうでもいいやって感じですけどね。まあね、重なったらなんかちょっと欲は出てくるかもしれないですけど、まず無理ですからね、美課金で。てかもう回す気にもなんないですもんね。よいしょ。今こっちのなんかねえ、やっぱりプレステとかテルマイとか、まああと海外のゲーム、海外のソシャゲの方がやっぱり全然面白いっすもんね。もうなんかバンダムはね、せっかくいいねガンダムっていうブランドがあるんですけど、なんかゲームの構成を作るのが非常になんか下手くそというか、
企画がもうなんか全然ダメっていうか、もうクライアント版でもこれでもやり通すのであればね、なんか新しいイベントとかね組み込むはいいんですけどね、多分このクライアント版って結構詰め込める要素があるとは思うんですけど、ただまあ HTML 版と並行してやってるから、まあ、こっちで同時にね動くような形の流れでやろうとするとね、多分何にもできないですよね。もうこっちのね普通のブラウザーの HTML5 版に関してはもういっぱいいっぱいになってますもんね。なんか最近通信切れも多いですしね、まあ多分マクロ対策とかね通信切れちょいちょい出してもマクロ対策ではなんないと思うんですけどね。よいしょ、マクロっていうかね、ハッキングマクロとかね、やってる、やからの人とかもいると思いますから、その後、いくら通信切れても、どんどん中に入っていけますからね、自動録音で。それぐらいのプログラミングはね、まあ、詳しい方だったら、別に朝飯前だと思いますからね。まあでもね、犯罪行為だからやめた方がいいとは思いますけどね。さて制圧戦もあと残り6分。まあ A で多分今日はね、多分無人さんですかね。まあもしかしたらね、やる気ある方はガンガン来てくれるかもしれないですけど、まあ緩くていいっすね。 A もでも A もね、油断してると結構強いチーム増えてきましたからね。もうなんか A も52だらけになってますしね。あとパイがね、やっぱりもうねえ、もうギガショーギガピーレベル10っていうのはもうね、もうワンサがね、やっぱり皆さんもう仕上げて増えてきてるもんですから、こうなってくるとやっぱり重ねてるか重ねてないかの差は非常に大きくなってきますね。特にメイン機ですよね、と S 機ですね。まあどうでもいいですけどねもう勝敗とかもうなんか気にしてたら、このゲームでこう長く遊ぶことは不可能になりますからね。多分もうどうですか、今3月、周年が6月、どうだろうな、出るとしたら来月ですか。来月に星6、まだ早いか。でも周年前になんか周年と合わせて出そうですけどね。ガーモペは今年で9周年目、8周年いや9周年、まあね、長くは続いてますよね。でもなんか年々本当にもうあれですよね、課金する金額が増えるどころかもうどんどん減ってますよね。まだガンタンかそこらに課金して、今年もうそこで課金終わってるんじゃないかな。そっから課金した記憶がないから、もう動画も上げてないから、あれですよね。ガンオペはもう、3ヶ月ぐらいも何も課金もしてないってことですね。
もうなんかね、パーツが増えたじゃないですか。何でした？ウルトラパーツでしたっけ？ちょっと待ってね。これも、5も出たんですよね。ウルトラっすね。0.7 なんてまずつかないっすね。まあ、この辺の星5、まあ星6ついて、でも SPK もね、こういうのから出るようになったのは、ねえ、まあ、よろしいかなって感じで、ハントですよね。ハント SP をつけれる可能性が非常に高くなったってことですもんね、これになってくると。今までハント SP ってもうほとんどあれですもんね、あの都市伝説でしたもんね。これこういうのでやっぱり今後つけやすくなってくる。今後でもあれですよね、パーツ付けは結構悩みますよね。ウルトラはね、個人的にやっぱりいいなと思うのはチェイスが圧倒ですね。チェイスウルトラはやっぱ結構欲しいですね。で、つけたいなぁと思いますね。まあ、その次はシークですかね。このね、今まで HP っていうのはもうどうしようもなかったんですけど、今回このパーツできてからね、HP デブの方で結構作れるんじゃないかなと思って、80万とか90万ぐらい HP 作れますよね、これ。そうなってくると、まあ S じゃね、全然そんな件あっても、まあフル部対策はできますよね。で、ただね、A に関しては、もしかしたら、ああ、でも、さすがにフルパーもらったら死ぬか。でも、ギガピのフルパなら、あれですよね。一発で、即死しない形になりますよね。まあ、前でもですね。後ろだともう完全に2枚抜き不可能ですもんね。だからそういった部分で、ねえ、まあ、全部 HP 型はダメだと思うんですよね。やっぱ足も、まあ足か、ね、足がなければ回避、ね、どちらかは欲しいとは思うんですけど、足つけて HP、ねえ、がっつりあると、結構脅威ですよね。壁役でも相当耐えれますよね。だからね、今後ね、HP ブームっていうのは、まあ、このパーツのね、ウルトラパーツのスペック見ていくと、あ、全然今後ありかなって感じですよね。まあ、52自体ね、ビーム軽減とか、ね、あと HP も結構たくさんついてますから、で、それで重ねてね、HP とか埋めていってとか、まあ、いろいろとやっていくと相当コアなヒットポイントにはなってきますよね。あ、制圧の時間だね。制圧戦音声でやるの初めてかな。もう配列で完全に無人っすよね。もうここ同属性並んでる時点で
もう私みたいにね、こうやっていろんな画面出したりとか、いろんなゲームやってる人間だと、もうガイチャとか、むちゃくちゃめんどくさいから、もう絶対、そういうチームにはいかないっすね。もうここの、ねえ、ここのチャットだけで十分っすよ。本当に。この100連ね、100連なんですけど、ちょっとあれですけど、これね、もう私のアカウントだけはね、ガンダムかユニコーン欲しいんですよね。まだ3カスなんですよね。まあ他はもう全部4カスいっちゃってるんですけど、でもね、今日結構ずっと夕方から回してるんですけど、なんかあんま出ないですね。まあ58自体は、5857自体は出るんですけど、なんかウィングガンダムとかね、あとエスキのドムとか、8ですかね。その辺ぐらいしかでも出てないなぁ。テルマエの方が忙しすぎて、なんか、もう、ガンオペやりながら結構大変っすよね。このいつも思うんですけど、なんで最初の一ターン目だけ異常にコマンド長いんですかね。まあいいね、なかなか中に昔は入れないとかっていうのがあったからね、長いインターバルが長いのはいいかもしれないですけど、でもちょっと長すぎますよね。これもうちょっと時間省略してもいいような気もするんだけどな。あとこの背景とかそろそろなんかもっといろんなの出しません？なんかもうすごいアナログすぎて。もう少しなんかその辺ねえ、まあそれで重くなっても困るからねえ、あれですけど。あら、乗ってるじゃん。マジ？一人だけか乗ってるの。あ、フルパにすんの忘れてた。ノーマルで100、今100万近く出たってことか、クリティカル出て。でも今日軽く抑えてるんですけどね、 HP スカスカになっちゃうから。
まあ、フルパだったらどれぐらい出てたんだろう。170、80出とったかもしれんな。たまにちょいちょいね、フルパとか防御したつもりでコマンドを押すの忘れてたりとかっていうのはありますね。あのチャットにはちゃんと書くんですけどね。このイスガンね。コース11の割には火力だけはなんか強いですからね。ただ HP ついてないからペラペラなんですけどね。結構みんな乗ってるなぁ。あ、やっぱ200万近く出るわ。もうあとはもうこれ無人くんだろうな。よし。うわ、200万超えてただろうな。さっきクリティカル出てたからな、220とか出てたかな。もうなんかHP デブダメじゃん、200万とか出たら。どうなんだろうな、わかんねえな。でも S は無理だろうな、やっぱり HP デブでも。 A は HP 型はあり、全然ありかもしれないですね。俺の火力でも、まあブーはもらってますけど、でもブー抜いたとしてもクリティカル出たら結局ね、180とかね、出ると思いますから、そうなってくるともうなんかあんまりなんかHP 30万40万増えたところで、まあフルブ対策はできますけど、なんかやっぱ結局ね、スコア勝負になりますから、なんか微妙だな、やっぱり。HP しよう。あのね、多分ね、 HP と回避、これ両立でしたら相当、なんていうんですかねえ、その黒子役としては非常に嫌っすよね。ただスルーされる恐れもありますからね。でも一人残りの場合はもう打たなきゃいけないもんですからねえ、そうなってくるとやっぱり有効なのかな。まだね、ちょっとこのウルトラとか、まだウルトラのパーツ自体がねえ、まだ全種類出てるわけで、まだ拾えてるわけでもないし、まあね、あと蝶の報酬の50からねつけたりとか、まあパーツのあれもありますけど、まだちょっとロジック作りづらいな。
あ、でも結構あれですね、あれの火力はあるな、遠隔の。遠隔だけども結構削られてるもんね。4、5ターン目で、うーん、どうだろう。次4、5、最後のターンは破壊されるな。最後のターン4、このターンだよ。5、6、あ、まあ最後は別に潰されてもいいか。しかし、もうね、S 全然見てないからあれですけど、今どうなんだろう。なんかすごいえぐくなってそうですけどね。いやー、あちこちクリックしなきゃいけないから大変ですね。まあでもA もこの、なんていうんですよね、この無人があるから、なんかちょっとしたあれですよね、ちょっと精神的な休憩にもなったりとか。もう S みたいに毎回ね、緊張感あるような戦いとかだと、もうなんかあれですよね、疲れちゃいますよね。あー、このターンで死ぬな。よいしょ。まあいっか。ちょうどフルパブ出なかったのが良かったかな。1ターン目まあでもギガショー打てないから、 SP もないから回復だけしておしまいかもう100連の方もね、もうあれですね、他の家族のやつとかはもうなんか適当に58出たらもうもうあれですねめんどくさいからもう交換しちゃってますね。私のアカウントだけはね、ちょっとどうしても58で
参加して終わってるのがあるから、それはねちょっと本当にフルカスにしたいもんですからね。それだけは真剣に100連やりますけど、もうあとはの赤はもうどうでもいいっすね。まあでも58ってもうあんま使いどころも、まあでもね、あれだな、艦隊とガンダムバトルは58は、コス8は結構やっぱり穴埋めになりますので、やっぱちゃんと作っておいた方がいいっすね。しかし S ガンって結構クリティカル出ますよね。普通に強いよこれ。511ではかなり強い方じゃないですかね。結局フルバー打てるんか。よし、でも最初にフルパ打っといたらもうちょっとスコアか、まああとね、一名さん、あのね、デスパさんかな、あの温存入りましたので、まあでももうね、 A だとなんかスコア抜けとかってあんまないですからね。やっぱり2敗したらおしまいっすね、今の A でも。もう大体は全勝か、1位は全勝で、2位がまあ1敗かな。まあ混戦の A のリーグだと2敗で並んでスコア抜けっていうのはありますけど、でもめったにないですね。大体はやっぱりあれですね、もういっぱいまでですよね。だから A も過酷といえば過酷なんですよね。やっぱりね、やっぱみんな A はパイが仕上がってますから、 A もね、相当強くはなってますので、それで連携ね、役割分担で連携組まれると結構ね、結構レベル低いチームとかでもむちゃくちゃ強いっすよ。あら、新しくない、ガオメ見てんの忘れてた。よし、ちょっとお疲れ様だけ書いておこう。まあでも A はばったりしとっていいですね。もうなんかほとんど他ごとやってても、でまあ、コマンドミスは多いんですけどね。いろいろやりながらやってると。でもそれでも全然問題ないですから。なんかあれですよね、
制圧も、制圧自体はね、まあね、悪いコンテンツではないと思いますから、面白いとは思いますから、ただもうちょいなんか変化球つけません？まあなんだろうね、グラフィック的なもの、デザインは別にあれだけど、なんかあれですよね、背景とかもうちょいなんか変化があると面白いのかな。あともうちょいあれですよね、スペシャルウェポンの方をなんかね、盛り上がるような形になるようなね、なんかあれですよね、バズーカ砲みたいななんかそういう一発ギャンブル勝負的なものをね、だからもう光ったら火力300% とかだからあと防御とかその辺もなんか面白いものがあってもいいっすよね。回避とかもなんか光ったら回避が300% とか熱いっすよね。まず当たらないじゃんみたいな、 100% 回避するみたいなねねえ、あと防御光ったら、で光って防御のコマンド打ってたらね、相手のダメージが二桁、もうなんかあれですよね、10とかその辺しかダメージ受けないとかなんかそういうまあですが極論ですけど、なんかそういう面白いなんかものがあってもいいんじゃないですかね。もうなんかね、もうちょい遊び心あってもいいんじゃないですかね。もうなんかね、ガツガツで向きになってやるよりも、まあそんな感じの雑感でした。ガンオペの方もまあね、いろいろと酷評はしてますけど、まあ今もまだ一応続けてはいるもんすからね、まあ期待はしてます、してるっていうことですよね。完全にね、やっぱり見切りつけたわけじゃないものですからね、まあ、まあね、運営さんにね、もうちょい頑張ってくださいって言いたいです。まあ今日はそんなところで失礼しました。またよろしくお願いいたします。